平野紫耀、富山ピーが東京ドームで共演計画が浮上。海外志向のタッキー新会社とも連携。ジャニーズ事務所を退所し、キング・アンドスを脱退した平野紫耀26の今後の展望が明らかになってきました。滝沢秀明さん41が立ち上げた新会社戸部が年末に東京ドームでのイベントを計画していると報じられました。 戸部では現在、新人オーディションが行われており、そのお披露目イベントが東京ドームで開催される予定とのことです。戸部の関係者は、本市の取材に対し、報じられている予定はありません。とコメントしていますが、平野はこのイベントを再出発のステージと捉えているようです。 テレビ局関係者によれば、滝沢さんの東京ドームでのイベントが、平野さんの再出発のステージになる可能性があります。平野さんは、ジャニーズ時代から山下智久さん、38、を尊敬しており、連絡を取り合っています。そして山下さんは滝沢さんとも親しく、平野さんは山下さんを介して、滝沢さんにも退場を報告したと言います。とのことです。 平野にとって、滝沢と山下は共通の志を持つ同士であり、平野は海外進出の夢を抱いています。山下さんはハリウッド映画に出演するなど、海外での活動の幅を広げており、滝沢さんも海外執行です。平野はこの二人の考えに共感しているようです。ただし、海外進出については具体的な計画はまだ明確ではありません。 滝沢さんはまず国内で基盤を築き、その後に海外への挑戦を考えていると言われています。平野も同様に、まずは東京ドームで仲間たちとの復帰を果たすことを望んでいるようです。また、山下さんとの共演も希望しており、平野は駆け出しの頃から山下さんと共演経験があります。 その当時から成長した姿を山下さんに見てもらいたいと思っているようです。東京ドームには平野にとって特別な意味もあります。多くのアーティストにとって東京ドームは憧れの場所であり、平野も金プリとして初めてのドームツアーや今年の春に計画していたドームツアーに参加していました。しかし、平野たちの脱退により、計画は中止となりました。 平野は再びドーム公演に挑戦したいと思っているようです。平野の逆襲の舞台がいよいよ幕を開けようとしています。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。